ナマステ、こんにちは、寺本雅史です。はい、今日は皆さんにお願いがありまして、この動画を撮っております。というのも、今僕はまあインドにね滞在しているんですけど、たまに日本に帰ることもありまして、で日本に帰っている時は日本に滞在している時は、講演活動を全国各地で行っています。で下は小学生から上は大人まで、まあ、それの世代に合わせてね、お話ししているんですけど、まあ、話す内容としてはその、まあ、僕がこれまで見てき世界の中で見てきた、ストリートチルドレンの生き方や思い、あと現状ですねっていうのをお話ししています。あと児童労働とか、まあ、個人の状況とか、まあまあ、ざっくりその貧しい子どもたちと言われる子どもたちの、実態をですね、実態思いをですね、お話ししています。でこの活動はすごく僕の中でも大切にしていて、まあ、これからもずっとずっと続けていきたい、いろんなところで講演していきたいっていうのが正直です、正直な気持ちです。でこの講演活動をすることによって僕の活動が続けられているというのも事実です。はい、なので日本に帰ってきた、日本に帰るときはですね、できるだけ多くの場所で講演活動をしてですね、その世界中の僕が見てきた子どもたちの様子だったり思いっていうものを皆さんにこう共有しながら、じゃあね、皆さんはそれから何を感じ、何を学ぶのっていうところまで落とし込んで、ぜひね皆さんにも何かこう感じてもらえる、考え直してもらえるものがあればいいなと思ってこういう活動しています。でお願いなんですけど、だいたいいつも前期と後期、例えば5月と11月とかで講演活動今までしてきたんですね。でこのようなコロナの状況なので前期はもちろんできませんし、日本にも帰るつもりはありません。ですが後期、まあ、まだねはっきり決まってはいませんが、だいたい10月11月ぐらいで、日本に帰ってですね、いろんなところ講演していきたいなと思います。で、まあ、このような今年はね特にイレギュラーな方、教育現場もイレギュラーな形ですので、そのスケジュールが難しかったりですね、まあ、そのような余裕がなかったりするのも重々承知です、重々承知ですが、まあ、大人が作ったカリキュラムを大人が学ぶわけじゃなくて、結局それは子どもたちのためであって、まあ、いかなる状況にせよ子どもたちの学ぶ機会、まあ、いろいろ世界の、まあ、僕のことだったらやっぱこう世界の子どもたちのことを知る、機会をどうかですね、失ってほしくないんですね。はい、なのでやっぱり、まあ、このような状況の中、スケジュールの中でもぜひぜひ、特にまだ聞いたことのない学校、結構リピーターが多いんですけど、リピーターの学校が多いんですけど、そうじゃなくて初めましての学校にたくさん行きたいので、聞いてみたいという方、そのような教育関係者の方々ですね、秋のスケジュールをこれからちょっと作っていきますので、その、まあ、難しい、ね、カリキュラムの中かもしれませんが、まあ、それを理由に子どもたちの学ぶ機会だけはね失わせたくないので、全国どこにでも行きますので、はい、よろしくお願いいたします。特にこの動画を見ている方はですね、周りの方々にその教育関係の方とか、いましたら、あとはたまにあるのがその市役所とかね、なんかどこかのコミュニティセンターとか地域の、ね、コミュニティとかにも呼ばれて講演することもありますので、そのような方々にシェアとかねしていただけたら嬉しいなと思います。で今日はじゃあ実際にどのような子どもたちにねどのようなお話をしてどのような感想を、もらっているのかっていうところまでお話ししたいんですけど、まあ、ちょっと、まあ、長くなるかもしれないので今回は小学校と中学校の、今実際僕が講演している話の、内容と、まあ、フィードバックをちょっとこうお話し
していこうと思います。はい、ということで今日は小学校中学校のお話をさせていただきます。で次回高校生以上の話をさせていただきます。というのも僕の講演は小学校が一番多くて、で次に中学生で大学生、大人、高校生という順番です。なので今日は小学校中学生を、重点にお話ししていきたいと思います。で小学生って聞くと、いや低学年には無理でしょうとか、低学年にはまだ早いんじゃないと思うかもしれませんが、実は、他国、他の国ではですね、例えばドイツなんかはもう幼稚園からその多文化教育みたいのを、まあそこはその移民の人たちも多いし、やっぱ隣国、なんですか、隣接してる国々が多いので、まあ他の国、まあ他の人種とか宗教の人たちと生活することがもう当然なんですね。だからそうやってその小さい年代からそういう多文化教育、国際理解教育っていうのを始めています。なので日本でもそれはね、早いうちからすべきだなと思うんですけど、僕のお話はその貧困がテーマなので、ちょっと低学年にはどうかなって思いがちじゃないですか。でも実際はそうじゃなくて、やっぱりいくつかの学校では、いや寺本さん小学あの1年生からお願いしますっていう、1年生から6年生まで1日フルでお願いしますっていう学校にもあって、まあ、僕はそういうのがすごく嬉しくてですね、あの1年生から気合い入れていくんですけど、やっぱり1年生と6年生では話す内容ももちろん変えるんですね。じゃあその低学年 1,2,3 年生にはどのようなお話をするかというと、基本的にはこの世界は広いんだよ、まずこの世界は広い、いろんな国がある、日本だけじゃないんだよ。そして君たちのね、普段なんていうか生活してるこの当たり前はこの世界では当たり前じゃなくて、世界にはいろんな形があって、いろんな、まあ、人間がいる、いろんな国々、その違いがあるんだよ、それが当たり前なんだよっていうことを、お話伝えたいんですね、 1,2,3 年生には。で案外ね伝わります。はい、で感想とかを見ていると、ちょっと伝わってますね。この世界にはなんかこんな国もあるんだとか、暑い国もあれば寒い国もあるんだ、そのね、ご飯手で食べる国もあるんだとか、そう箸使わない国あるんだとか、はい、なんかまあいろんなその違いを僕が見てきたその経験、出会ってきた子どもたちの、お話をしながらですね、世界違うんだよ、いろんな国あるんだよっていうのを伝えてます。で感想を、読んでいると、1年生はちゃんと伝わっている、プラス子どもたちのそのなんか普段の楽しいこと、昨日のサッカーの試合で勝ちましたとか、ねえねえ寺本さん聞いて、先週ね富士山に行ったんだよ、なんかそのなんかね、そんな感じのなんか彼らにとってのそのなんか楽しいこととか、なんか面白かった出来事なんかも感想にこう書いてくれて、ちゃんとね感想文も埋めてくれて、でその講演中もしっかり聞いてくれたので、まあ、僕としてはすごく楽しんでるし、まあ、子供たちも、まあ、笑顔あふれる、まあ、僕の講演ってただひたすら僕が話すんじゃなくて、そのちゃんとこう子供たちの、ね、距離をこう縮めながらというか、こうちゃんとこうキャッチしながら子供たちの意見とか感想を、その講演中に質問とかね、そういうのをこう取り入れながら講義するので、講演するのですごく盛り上がって、はい、楽しいです。はい、で 4,5,6 年生なんですけど、まあ、数としてはここの講演数が一番多くてですね、はい、僕の経験値もここが一番あるんですけど、まあその僕がこの世界で出会ってきたその子供たち、貧しい子供たち、まあ、ストリートチルドレンを、まあ、こう写真で見せながら、で彼らの生き方や彼らの思いを説明して、うん、その、まあ、日本じゃ絶対に出会うことがないような子供たちだから、家がないとか働いているとか、その働いているってそのなんていうの、ちゃんとした児童労働ね、うん、その学校に行く代わりに、うん、それで収入を得てそれで生活しているという児童労働の子供たちのお話とかをしながら、まあ、君たちの当たり前、要は学校に行って毎日学校に行くとか、その洋服があるとかね、例えばそのお家があるとか、
ベッドがあるとか、ご飯毎日食べれるとか、まあ、君たちの当たり前はこの世界では実は当たり前じゃないんだよっていうことをまず強く伝えています。はい。というのもやっぱり、いや、世界はいろんな国があるっていうのは分かってるし、もうだいたいね、高学年になってくると分かってるし、知ってるし、まあ、テレビとかで見てるから。でもそのじゃあそういう環境できる子供たちが、まあ、どういうふうに生きてんのとか、仕事するってじゃあどういうふうに仕事してんのとか、どういう気持ちで働いてんのとか、じゃあ外で寝るってどう実際どうなの、どうやって生活してんのっていうところを詳しくですね、まあ、僕が見てきたその生の声をね、子供たちに伝えて、そのいや簡単そうに言ってるけど実はすごく難しくてすごく大変なね、生活環境なんだよっていうところをこう真剣に伝えてます、うん、って考えたら、じゃあもしかしたら僕たちの当たり前はね、もしかしたらね、ちょっとだけでも幸せなことなのかもねっていうところを、強く伝えてます。ですがここももう一つ強く伝えているのが、高学年に勘違いしてほしくないのは、じゃあ僕がこういう話をしましたね、かわいそうですか、ね、彼らかわいそうでしょっていうのを僕は伝えたいじゃないと。僕は世界にはかわいそうな子供たちがいるんだよっていうのを伝えるのに今日ここに来たわけじゃないと。じゃあ何を伝えたいか、こういう劣悪な環境の中でも彼らは一生懸命生きているんだよと。彼らはこの生活を望んではないと。この生活をするためにここに生まれてきたわけでもないし、彼らがこの道を選んでるわけじゃない。けど彼らはこれをやらなきゃいけないの。この生活の中で生きていかなきゃいけないの。不満を言いながらかもだけど、一生懸命彼らは生きているんだよっていうところを僕は勘違い、日本の子供たちに勘違いしないように伝えています。特に高学年にはこの部分を伝えていますね、まあ、君たちの当たり前はこの世界の当たり前では決してないと、うん、もしかしたら僕たちのね、普段当たり前にできることはこの世界ではちょっと幸せなことかもしれない。でも勘違いしないで、その僕がね今日お話しした子供たちはこの劣悪な環境の中でも一生懸命生きている、ここをですね、強く伝えています。プラスじゃあ君たちはどうなの、この何もかもね揃っている環境の中でじゃあ君たちはどうなの、何がしたいのっていうところを、考えさせています。はい、これが小学校高学年の、まあ、講義の内容だったりポイントですね。はい、で中学校ですね。で中学校になってくると、まあ、今話した小学校高学年の話をちょっとだけこう深掘りするというか、もう少し、難しい、内容に入っていきます。例えばその背景とか、なんでそうなってそういう生活をしなきゃいけないのとか、じゃあそのどういう働くって言っても、じゃあどういうふうにどういう流れで働くに至るのとか、どういうその労働環境が彼らにはあるのとか、まあ、そういったところをこう深掘りしながら、中学校はですねすごくこうなんか難しい年代でして、というのも日本だと15歳で義務教育が終わるじゃないですか。だから進路を考えなきゃいけないんですね。特に中学校3年生、2、3年生だと進路を考えなくちゃいけないんですよ。なので、その子供たちの話プラス、じゃあ君このね日本っていう国に生まれ、何もかも揃ってその学校に行ける、毎日要はねその死に目を追うこともなく、その何不自由なく生活できるこの環境で、じゃあ君は何がしたいのと、君の好きなことは何なのと、君の夢は何ですかっていうところを、強く子供たちには伝えています。はい、残念ながら僕が出会ってきた子供たちは夢なんか考えられないし、正直夢なんか考えられないし、学校に行くのが夢ですとか言うし、いやその大人になるまで生きてるなんて考えたことないよとか普通に言うから、実際そうだし、じゃあ僕たちはそのねこの安心安全で暮らせる生活環境の中で好きなことを見つけてさ、
それに一生懸命こう夢中になってほしいっていうのが僕のね思いだから、そのまあこれから進路を決める中で、じゃあ君たちはその何が好きなの、何に夢中になれるの、何になりたいのっていうところを、問いかけてですね、その世界比べ、世界の子供たちと比べてじゃないけど、その世界の違いを知る中でその自分自己を、考えてもらいたいなっていうのが中学生への問いです。で、中学生からの感想、これがまたですねやっぱり深くて面白くてですね、やっぱりみんなやっぱそれぞれこう進路のことで悩んでる子どもたちもいるから、寺本さんの話を聞いて、その改めて自分の好きなものは何なのかをちょっと深く考えさせられましたとか、そのいや自分はこれが好きだから、これに、ね、これをこうなんていうの、夢中で行えることをすごく幸せに感じると、例えば部活動で毎日サッカーできることを、ね、きつい時もあるけど、これってもしかしたらすごく、ね、幸せな環境に、僕はね幸せな環境にいるんだなって気づかれました、気づくことができましたとかで、僕が一番ちょっと印象に残っているのは、中学3年生の感想なんだけど、寺本さん聞いてください。実はですね、私自殺を考えたことがありますと、自殺しようとしたことがあります。でもその時はできませんでした。で、もっと正直に言うと、この前まで不登校でした。たまたま今日ちょっと学校に先生に呼ばれて、ね、学校に来て、で寺本さんの話を聞いたところで僕は衝撃を受けましたと。どのように衝撃を受けたかというと、彼が言ったのはね、僕はすごく甘かったですって。僕の悩んでたこととか、その苦しいと思ったことなんて、このね今日寺本さんの話を聞いた子供たちからしたら、ほんとちっぽけなことなんだなって、もう笑えてきましたと。あ、なんて僕はちっぽけなことで悩んで自殺を試みて、なんて僕はちっちゃい人間だったんだろうなって、ちょっと笑顔になるというか、なんか笑えるようになりました。これからはそのなんか寺本さんの話を聞いての子供たちのようにじゃないけど、もっと強く生きていきたいですと。で、好きなことを見つけてそこにこう没頭していきたいです。で、寺本さんのおかげで、そのもうなんか不登校じゃなくて学校にも来ようと思うし、まあ、ここ面白いのが、実際に彼はその僕の講演の後からちゃんと毎日学校に通ってるのね。で、なんか彼は学校の先生になりたいらしく、いや僕は実は不登校だから学校の先生の夢を諦めてたけど、まだまだ間に合うと思うので、学校の先生になる夢をちょっと一から、追いかけてみたいなと思います、今日ありがとうございましたみたいな話を聞いて、いやなんて感動する感想文なんだと思ってですね、僕の中でも忘れられない感想ですし、なんか僕のその講義がすごく意味のある、まあ、全員に伝わる、伝えたいなんて思ってはないけど、誰か一人にね、誰かに届いてたらいいななんて思ってたから、まあ、この感想文、まあ、彼に出会った時ですね、あ、僕の講義何かしらこう意味があったな、誰かに勇気与えられたななんて、思っております、はい、そんなこう、感想文もありました、はい、中学生では、そのような、ポイントを話しながらそのような感想文をもらっています。はい、ということで今日は、小学生、中学生の講義のポイントと、もらってるフィードバックがどんなものなのかっていうのをお話ししたところです。これを参考にですね、ぜひ全国の、その、まあ、教育関係の方だったり、あとは、まあ、小学校中学校のお子さんを、持ってる、家族の方々、ちょっと参考にですね、僕の講義をぜひぜひ取り入れてほしいなと思いますので、まあ、前期は無理なので後期ですね、もしくは来年だとまだちょっとわからないので、ぜひその 後期の秋のタイミングで、ぜひよろしくお願いします。詳しくはですね、リンク、僕のホームページとか、リンク貼っておきますので、そこを覗いてみてください。はい、次回は、高校生以上、これがまた、全然全く違う意見だったり内容だったりするので、お話ししていきたいと思います。
はい、以上寺本雅史でした。ちなみに今今日ここインドバラナシは気温42度です。はい、そんな暑い中ですが頑張って生活してますので、皆さんこの活動をですね、この活動というのは今僕はここでフリースクールを作ってるんですけど、でそれを世界中に作りたいんですけど、そのような活動を続けていくためにもこの講義は絶対に必要ですので、皆さんどうか、よろしくお願いします。よろしかったら、コメントとか、あとは登録、あとはグッド、あとはシェア、よろしくお願いします。ありがとうございました。